それじゃあはるちゃんどうぞ。あ、うん、空の作り方マスターアップしました。おめでとうございます。いやーめでたいめでたいね。マスターアップだよマスターアップ。はい、めでたいですありがとう。あとはユーザーさんからの感想待ちってわけね。そうだよね。緊張してきた。大丈夫ですよ、きっと皆さんも楽しんでくれるはずです。だといいよね。まあ不安だよね。となるとさ、やっぱりこの動画でユーザーさんの疑問とかにバッチリ答えておいた方がいいと思うんだ。え、疑問？私が答えていいの？うん、そう。答える覚悟はある？もちろんだよ。そういうのは全部答えておきたいから。何せ、作品代表だからね。ならばよし。じゃあ、ユーザーを代表して、このあずきちゃんが質問しちゃうよ。うん、何でも聞いちゃって。よろしい。では、はるちゃん。うん。あなたってどんなエッチシーンがあるの？ほらほら答えてよ。ちょっと何バカなことを聞いてるのよ。気になるとこはそこじゃないでしょ。いやいやいや、気になるでしょ。この88センチのバストをどうしてくれようかってほとんどのユーザーさんが思ってるって。絶対うわーというか88センチってどこから流れてきた情報？誰？ゆりかさん？それとも先生？最初に疑うのが主人公と他のヒロインなんて。ちょ、消しなさいスタッフ。何を表示しているの？あ、消えちゃった。これからあの CG の状況について詳細な説明を求めようと思ってたのに。詳細って一体何を聞こうというんですか？それは挟むんか挟むんか、88センチで挟むんかって。わっはっ、まったく、あずきが口を開くとろくなことが起きないわね。申し訳ありません、アハルさん。モザイクありとはいえ恥ずかしい場面を。ゲストなのに散々ですねでもやっぱりユーザーさんってそこが気になるよね。それはまあ美少女ゲームだしね。ですね。だよね。ならお答えします。は？いやいや、別に答えなくても。だって私、当日発売の美少女ゲームに負けたくないから。そのためにも疑問には答えておかないと。ハルさんもハルさんで少しずれてますね。ではお答えします。あのハルさん、ここでは過激な言葉は。
さっきのあの CG はモザイクを外すと。マスターアップ、おめ